どうもみなさんこんにちは、マック SP みぞです。マック SP 反則日本一担当紙袋1号です。今回なんと私水野が営業担当だったんですけど、反則日本一の担当になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。反則日本一はマック SP が運営するノベルティ販売サイトになります。はい、反則企画の一環としてオリジナルの内例のグッズを配りたい、ノベルティを作りたいといったご要望にお答えするサイトでございます。まず一つが内例ですね。他社で内例ができないと言われてしまったグッズも、まあ、弊社でできるだけ内例ができるように日々研究をしていますので、もしこれ内例できないかなとか個別の内例がしたいなという場合でも、どしどしご相談いただければと思います。はい、3つの柱というのをちょっと掲げておりましてですね、はい、はい、早い、安い、うまい、どっかで聞いたことあるフレーズですね。いやいやいや、うちが初めて出すことです。あ、本ですか。はい、納期と品質、はい、価格、すべて の面で、ご満足いただけるように弊社でしっかり研究していますので、皆さんぜひよかったら反則日本一の方、はい、ホームページご覧いただければと思います。ちなみに最近反則日本一で売れていられてもらったのは何ですか。最近は SDGs の注文とか問い合わせがすごく多くなってます。SDGs の特集ページを組んでもうトップにドドンと載せているので、はい、ホームページを見たらもうそのデカデカとしたバナーからぜひ SDGs のグッズを見ていただければ幸いです。はい、どういうものを載せているかっていうと、例えばこういうバンブー素材のカトラリーなんですけども、コンビニでもらえるプラスチックのスプーンとかが、そのうち有料化されていくっていう流れがありまして、こういう自然に配慮した素材の、カトラリーとかも今後需要が増えていくということに込んで、もう強化していっている状態なんですね。食器を、深いコップとかを磨く100均とかにも多分あると思うんですけど、ここの部分がバンブー素材になってて、プラスチックプラスその竹繊維を使うことでプラスチックを削減するっていう方向の商品だとか、それ以外にもオーガニックコットンだとか環境に配慮した SDGs グッズっていうのをいろいろどんどん載せてます。ということなので、ぜひ反則日本一のサイトをご覧いただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、私が全部喋っちゃいましたけど、反則日本一担当になった水野さん、何もしないんですか。そうですね、もうさすがにちょっと申し訳ないと思って、今回先ほど言ってたうまい、安い、早いということで牛丼を準備しました。利き牛丼対決ということで SDGs のアイテムを使って食べてもらいます。3種類牛丼を準備しましたので、どこの牛丼かっていうのを当ててもらいます。いいですね。はい、なのでこれからまた他2人を呼んで対決の方やっていきたいと思います。はい、マック SP の豊田です。ワクワク。はい、皆さん紙袋1号ということで、なぜ1号かと思ったと思いますけど、この通り2号がいます。よろしくお願いします。あれ、ようさんってそういえば大学時代なんかバイトやってなかったでしたっけ。しましたよ。やってました。松屋でアルバイトしました。2年ぐらいですかね。2年もやってたんですか。はい。おいしい。あー、めっちゃおいしいですね。はい、私は保留取り合う。私もわからないです。あ、これはもう、これはわかります。え、本当ですか。よいしょ。あ、でも結構味が違う。これは一発わかります。いただきます。いただきます。難しい。まずすくうのが難しい。皆さん、自信の方どうですか。私はないです。80。お、あ、結構自信ありますね。紙袋2号さんどうですか。
そうですね、自信があるかって言われたらもう全然ないんですけど、私は吉牛が好きだったんで、吉牛は絶対わかると思ったんですけど、なんでせめて吉牛だけでも当てたら嬉しい、はい、そんなレベルです。ということで、なら答え合わせいきましょうか。はい、ちなみに、紙袋1号さん1個目に食べたのが松屋、ワクワク豊田さん1個目に食べたのが吉野家で、2号さん松屋、という形でお二人が松屋、お一人吉野家と予想されてますけど、本当に？でもすごい自信あるんですもんね。おそらくその根拠は何ですか？肉と甘みが全然違うもん。甘みが強いんですか？甘みが吉牛の方が肉が柔らかいんで、甘みが逆に少ないなのかな。2個目の方が甘みが濃いなので、3個目がもっと濃いなんですよ。で、杉なんだっけ、杉屋は甘みなんですよね。一番甘いのが杉屋、一番甘いのが杉屋、だから一番は吉牛なのかなと思った。答えは吉野家です。おー、さすがっすね。いや、私も最初はやったー、なんか嬉しいと思ったんですよ、うん、ただ2個目に食べたやつも結構吉野家っぽかった気がするんですよ。そう、はい、なるほど、じゃあそれでは2個目いきましょう、はい、そうすると2個目はなんかちょっと自信がある、はい、1号さん、すき家、ワクワクさん、松屋、2号さん、吉野家そうするとどっち、そうするともう2号さんの外れは確定ですよね。すき家なのか松屋なのか。松屋なのか、はい、答えはすき家です。すき家です。ってことは1号さん当たり。1号さん当たりです。すごい。すき家なんだ。ということはまさかの2年バイトして毎日食べた牛丼を外す。これがすき家なの。でもこっちは結構甘いんだよ。謝ってください。すみませんでした。ということで残りの牛丼は松屋です。はい、ってことは正解は吉野家、すき家、松屋ってことですね。そうです。じゃあ吉野家は当たりました。他のが外れましたね。1号さんが1個正解で、ワクワクさん1個正解、2号さん0 はい、という結果になりました。いやこっちすき家と思ったんだけどな、甘いんで。いや2年間のアルバイト先が外れっていうのは確かに本当にすいませんでした。でも確かにね、難しい。吉野家が一番美味しいですけどね。2年間バイトしたのに全部の牛丼を当てれなかったということで、罰ゲームを次回受けてもらいます。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。反則日本一ではですね、こういった面白い企画や真面目な企画もやってきますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは皆さん、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは。これがすき家なの。でもこっちは結構甘いんだよ。謝ってください。すみませんでした。そうなんや。